別れた人に会った、別れた渋谷で会った。皆様の夢を叶えるコーナーです。番組ではロスインディオスの棚橋静雄さんとデュエットデビューを希望される女性の方を募集しております。今流れておりますこの東京ベサメムジョ、この曲を私とデュエットしていただける女性の方、募集しております。それでは早速本日の挑戦者の方にご登場いただきましょう。どうぞどうぞどうぞ、ようこそ、はい、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、伊藤さん、今日は、田中さんとですねデュエットデビューを、まあ、希望ということで歌っていただくんですが、もし合格したらどのような歌い手さんになりたいですか？まだ考えてない。これから少しずつこう徐々にじっくりとですね、では早速歌っていただきたいと思います。伊藤時恵さん、そして棚橋静雄さんで東京ベサメムーチョ、どうぞ。偶然というにはできすぎる、君とこうしていることが、そうね、私もあなたとは同じ定めとなんては、流れ任せでベサメ、そして流れてムーチョ、東京ベサメムーチョ。はい、どうもありがとうございました。伊藤さん、ねえ、あのどうですか、あのすごく雰囲気はあの、ええ、いい感じで歌っていただいてましたけども、うん、あ、また倒れそう。それだけ感情をね入れすぎて、最高だったんですよ。そうですね、ということで、では田中さん、はい、合格発表をよろしくお願いします。いや、あのね、伊藤さんはね、はい、何回か繰り返せばもう絶対、はい、まあ、素晴らしいと思います。じゃあ好きだったんだけど上がっちゃったね。パーンとなっちゃう。今度は本気で歌ってください。じゃあ、あの、これからたくさんまた、じゃあ、歌い込んでいただいて、また挑戦していただけますでしょうか。ね。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。伊藤時恵さんでした。